上場企業から新進気鋭のベンチャー企業まで幅広い企業が集結する就活イベント Meets Company。 イベントでは特別選考枠の獲得チャンスもございます。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル、はい、ということで今回は、寿司屋の炎上について話したいと思います。今回はあの南麻布の高級寿司店寿司吉田がダウン事情にちょっと炎上させられてしまったっていうのがちょっと正しいと思うんですが、それに関してちょっと話していきたいと思います。で、簡単に説明すると、ダウン事情である方がお客様と同伴で来店しました。寿司屋の大将が別のお客さんからもらった白ワインをダウン事情の前に置きました。ただそのダウン事情の方が二日酔いだったために目の前にワインを置かれるのがしんどいと言ってどかすように指示しました。で、大将とダウン事情がちょっと口論になりましたと。口論がデッドヒートして、殴りかデッドヒートデッドヒートヒートアップしたよ。ヒートアップだ、デッドヒートじゃない、ヒートアップして殴られそうになってっていう感じで、それをちょっと投稿されて炎上という感じになりました。あそこがおもろすぎますからね。でこれが確か 2.6 億インプ2.6億なんで、もう日本人が全員2回見てるみたいな計算なんですよね。というのがまあラウンジ上側の意見で、ただその他のインフルエンサーがその訪れた時はまあちょっと事情が違って、本当はなんか動画撮影をやめずに他のお客さんに迷惑をかけていてこんな風になっちゃったという感じだったんですが、いろんな意見があるんですよこれ。寿司屋がかわいそうって意見が多いんですけど、ただその画像出てるんですけど、こんな感じで寿司のところに時計載せたりとかあるから、元々の客層がどうこうこうとか言われてるわけですよ。もう僕はもう分かんないんで、ちょっとこれは大先生にお任せしようかなと思って。おー、なるほどね。でも確かにこの画像見ると寿司屋にも非があるのかなっていう風にちょっと僕も思っちゃったんですよね、正直。おー、なるほどね。ここまで切れないだろうと、いくら頑張る。まあてかこれやっちゃ許しちゃってるから、下の時計の写真とか。そうなんですよね。確か俺も行ったことあるんだよね、ここ。有名なお店なんですね、多分ね。結構有名店ですよね、うん。まあ、客単が大体3から6。え、3円から6円、3万から6。まあ生意気やねお前は。3万の3って言うよいいじゃないですか。確かに最近いいじゃないですか。羽本さんが3万を3って言ってたらいい。3万円お前ちゃんと3万円って言ってた。確かに人って変わっちゃうんだね。違う、庶民派ですよ、どっちかっていうと。ということで、どっちが悪いですか。どっちが悪いですか。どっちが漠然いやこれはね、まあできればビシッといきたいんだけど、結論はまず、おお、ごめんなさい、ここは使いましょう。すいません。なんだ。誰やねん。かけてきたやつが悪いわけじゃない。まずじゃあ港区女子からいきますよ。この港区女子はたまにこうやっぱ態度でかいんですよ。港区女子はっていうか、いや多分美咲ちゃんとかはねこういうのやらないと思うけど、あの、はい、タイモンくんね、ワイン怖っ、怖っ、女子じゃないけど、一流芸能人、多分ワインどかしてだけじゃなかったと思うのよ。さすがにそうっすよね、多分、うん、分かんないけど、タメ口使うとか、別に自分の金で払うわけじゃねえくせにちょっと遅れてきてたとか、うん、寿司とかってこう一斉に始めたりするから遅られると迷惑なんですよ。寿司屋なのに香水の匂いきついとか、寿司ってダメなの、香水強いのつけてみたら、うんうんうん、あとその機能つけて超高いから、うん、基本こう腕時計がカチンとなると傷つくから腕時計とかは外さなきゃいけないとか、でなんかしきたり的なマナー的なところが、うん、まあ、各所にこうトラップので仕掛けられてるわけですよ、うん、なのでそこら辺をガン無視している可能性はあると、うんうん、その状態でイライラしてるっていうのはまあ可能性として全然あるよね。だからそれがこの港区女子の場合は結構レベル強めだった可能性あるよね、うんうん、なので普通にムカつくしだろうし、もっと言うと隣のお客さんとかにもムカつかれてる可能性があったみたいな。店だけに迷惑かけてるならまだしも、うん、声でかいとか話す内容下品とか港区女子とかっていうのは民度が低かったりするんで、そのあたりがこう空気にそぐわなかったっていうので周りの人も不愉快だったりとかして、この店に1回目予約するのは嫌だねって思われちゃう可能性があるね、うん、基本的に寿司屋が繁盛するかどうかって食い終わった後次の予約を入れるかどうかで決まるんで、うん、食い終わった段階で不快な気持ちがちょっとでもあったらやっぱ次の予約取ってくれなかったりするんで、うん、だんだん先細いになるじゃないですか。っていうので、まあ、もしかしたら他のお客さんに迷惑かけてた可能性がまずある、うん、で寿司屋のこの大将、これ俺面識ぶっちゃけない、もしかしたら会ったことあるかもしれないけど食ってるから、これは吉田さんがどうこうとかいう話じゃなくて 20% ぐらいの確率で癖強いんですよ、うん、めちゃくちゃ、うんうん、アーティストみたいな。いやそうなのよ、普通に職人気質強めの、そう職人気質とかっていう、なんだろう、レベルではない、うん、うざいから普通にえどういううざさなんですか。
例を挙げたらキリないんだけど、お金の話してたらめっちゃ怒られたこともあるし、全然自慢でも何でもないし、そもそも自慢とかいう金額じゃないぐらいの、まだ若い時っていうか起業した時に、さっき言ったところが1000万ぐらいの提案がさっき取ったんだよねみたいな、まあその程度の話ですよ。別に B2B だったら1000万なんて別にそんな大きくない金額ですよ。でそれ話してくれた時にね、あんたらさみたいな、関西弁よ。お金の話してたら他のお客さんが嫌な気持ちになる可能性があるからやめてくんないみたいな感じでいきなり怒られたりとか、まあもちろん俺らにも非があるけど、その説教30分ぐらい続いたんですよ。で、まあ、普通に会計を払ったんだけど、そんな怒るみたいな、だからなんかちょっとずれてるんですよ。なんか食べる順番間違えるとめっちゃ怒られたりとか、飲むなって言われてるのに飲んじゃったら怒られるとかね、いろいろあるんですね。いろいろあります、はい、いいワイン入れないとなんか明らか態度悪くなったりとか、まあまあ 20% 過ぎかな、 10% ぐらいの感じでタクシーと一緒ですよ。その可能性あるなとも思うわけですよ、はいはい、この吉田さんがどうか知らないけど、でもそこが噛み合わないとここまでのなんか殴り合いみたいなのはならないんじゃないか、まあまあまあ、確かにこんなラグビーみたいになってるから、あんなにカウンターがあるのに飛び越えようと。ただ吉田さんもね、場所がね南麻布にあるっていう時点で、まあ、そういう客層を呼んでる部分もあると思うんですよ実際、なんでそういう客さんが来るのはしょうがないし、実際そういうお客さんが来て売り上げ成り立ってるんだから、まあ、そのあたりはもうよくも悪くも寿司屋のプライドとしては客を見るわけ、客見て、マグロを、ね、出すとしてもどこの部位が一番うまいかって全員の同じ品質を出せないわけですから、まあそうですね、一番、まあ、金持ってそうとか舌が肥えてそうとかリピートを狙えそうとかワイン入れてくれそうとかっていう人にそこを出すわけですよ、っていうやり方を寿司屋側もしてるわけなんで、港区女子がたくさん来る店っていうのでプライド的にはもしかしたら味も分かんないやつにって思ってるかもしれないけどそこで南麻布で出した時点でそのあたりはなんかもうそういうもんなんじゃないみたいな、例えば南麻布の高級寿司店って、何割何割何割ぐらいですか、その客の比率でいうと。男同士で2から4で来るお客さんと男女で来るお客さんで多分半々とかなんじゃない。で男女の方は普通に奥さんとか普通に彼女と来るパターンと、まあそういう同伴とか港区女子とかと来るパターンと、まあたまに貸し切りとかもあると思うけど、基本は男だけか男女かっていうので二分化されると思うよ。じゃあこういう港区系は場所は場所だけどそんなにレアなんですか、全員パパ活とかではない、ではないって感じなんですか。行ったことないんで分かんないんですけど、例えば10組いますみたいな、パパ活率で言うと どんなものなんですか、こういうところって。まあ、10組っていうか多分店に入れるのが10人とか多分、大体、ね、カウンターで5組いて全員男女男女男女だったら同伴とか含めたら8割じゃん、そんな多いんですか。だから制裁と来る人なんて稀だと思うよ。じゃあもうこういうの起きんのもまあ時間の問題じゃないですけど、仕方ないっちゃ仕方ないと、仕方ないっていうか、だからそういう女性を対象に商売してると言っても半分をね、クライアントのだってなんか 3,4 割はそういう属性の女性だと思いますし、とはいえ銀座とかそういうお店の人であればそこら辺しつけがされてる人が多いんですよ。この港区女子系ってノラのフリーランスなんですよなんでその教育されてないんで、別にその可愛いのと教養があるっていうのは全く相関性がないので、可愛いだけで品位を求める店とかにこう呼ばれちゃうと、やっぱこうノラのフリーランスが突然大企業交流会に行くみたいな感じでやっぱ浮いちゃう部分あると思うんで、そのあたりで起きちゃうんじゃないですか。美咲さんはこういう喧嘩とかはやっぱ経験あるんですか泣き合いしたりとか、いや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 、泣き合いしようとか言って全然女ございません、一切ございません。まあでもね、時計の写真とかもね、寿司吉田さん有名店で美味しい店だと思いますけど、寿司屋に来てるぜ俺らウェイってなってる時点でみたいなところやっぱあって、その成り上がりというか成金系がやっぱ好むんじゃないですか、こういう。であとその言うてもここに載ってる感じだと、そういう属性の人たちを集めるか集めないかって、出す寿司の言うて映えを狙ってるじゃんみたいな、はいはいはい、グーでかくねみたいな、いやグーでかいっていうより海の上にキャビア乗せてるとか、はいはいはい、その組み合わせいるみたいな、高級な店来てます感を演出する映え系の一品を出してたりするとやっぱ寄ってくるじゃないですか、そうですね、まあ、吉田さんがどうか知らないけど、そういう戦略を取る店ってのは一定数あるし、よくあの看板メニューじゃないけどこういうドスとかさ、はいはい、対象が、ね、ありますよね。それはもう映えたい人が来ちゃうから、はい、そのあたりは出すメニューによってお客さんが変わる部分もあるかなと。これ対象はどう対処すればよかったですかね。こういうお客さん相手に商売やってるんだから、その割り切るしかない、もう割り切るしかないでしょ。美咲さんはどう思った
一貫一貫ストーリーズに載せる女とか見たことないですか？はい、います。ストーリー開いたら1ページがこんなちっちゃくなってる。早押しみたいに。あとこうやってやるよって話だった、うん、そういうお店だと思ってました。でも私も、うん、ご存知で、なんとなくイメージイメージです。なんとなく行ったことないけど、土地柄の、はい、イメージとして、うん、だけど寿司屋でさ、こういうところで開くって結構すごいことなのよ。ある程度多分修行もいろいろしただろうし、そうですよね、っていうところで、よし俺のうまい寿司をいろんな人に味わってもらいたいって言って開いてきましたと。でいざ来るのがバカみたいな、なんか港区女子が集まってきたら多分虚しくなるだろうね。儲かるけどそのあたりで葛藤されてたんじゃないですか、うん、まあ爆発しちゃったみたいなところ、うんうん、分かんないけどね、うん、この写真だけでこんだけ勝手に想像してるだけなんだ。確かにでもそれありそうですね。その女性側もなんかちょっと見下されてるなとかももしかしたらあると思う。逆にね、女性側も見下されて、男側は男側でプライドが傷つけられて、なんで俺このバカ女に食わせなきゃいけねえんだみたいな。そう考えたら、うん、虚しい物語だ、うん、そうだよね。誰も幸せになってないよねこれ。そうです確かに。ラウンジにもなってね、寂しいから行くというか、うん、女の子と遊びたくて行くわけだし、うんうん、全部が最初はさ、まあ、よく有名店とかも予約が埋まるまではどんなにどんちゃん騒ぎするとかバカ騒ぎするとか、下品な客が来ても、はいはい、ありがとうございますって言えなきゃいけないけど、うん、予約埋まるようになったらもう出禁にするよね。そうですね、選べますもん、うん、お客さんを。そうだからその受給というかね、客を選べるかどうかみたいな、まあ、この港区女子がどんだけ悪いことしたのか分かんないからね。そうですね、真実は闇の中ですから。だけど実際、まあ、悪いことしてなかったとしても、それをさっき言ったように香水つけて声でかすぎるとか、うん、っていうだけでも、あーなんかもうこいつ人数低いやついんなこの空間にっていうのは、まあ、分かっちゃったりするじゃないですか、うん、そのあたりがもしかしたら生きる公害みたいになってる可能性ありますよ、ね、うん、でもそういう港区女子って知る機会なくないですか？マナーとか、マナー講習、マナー講習とか どうするんですか？ポーカレのアプリでマナー講習を開いて。どうなんですか美咲さんは、そういう港区女子はどうやったら教養、うん、教養はまあもういなさら無理だけど、マナー身につくんですか？知らないですよ、私別に港区女子じゃないですし。あ、まあそうですよね、はい、怒られてなさそう美咲さんは、うん、美咲ちゃんはちゃんとしてる、うんうん、マナーが身についてないと恥ずかしいっていう感覚が多分そもそもないから、だから無理なんだと思う。ただ一応この現世では可愛いとされる配置だったっていうパーツのね小笑いみたいな。だから令和ではたまたまそれが美とされる配置になってたから、うん、今寿司屋に来れてるみたいな。どうしようもない、どうしようもない。でもだからこういう女性を連れてきちゃう男性もダメだと思うし、まあ、嫌だもんね。だって こんなさ、大将にキレられる女連れてきてる時点で超絶ダサいからね、この男も。そうですね、うん、だからお前もおごんなきゃいけないじゃんこういうのって、はいはい、うん、で多分会計ワンチ10万ぐらいいくわけ、ドリンク開けると、はい、ね、うん、10万いって寿司行って大将に殴られそうになってるっていうか、最悪とか言って帰るわけですよ。めっちゃダサい、いやだな。だから俺らも普段同年代のやつだと、前も言ったけど3年前ぐらいからずっと週1とか月 2,3 ぐらいではこういう名店と言われる、うん、食べログいわゆる 4.0 以上みたいなところずっと行き続けてきてて、うん、毎回徹底してるのは食べさせていただいてありがとうございますっていうスタンスなわけよ。で、あのドリンクでこうワインとか入れない場合はすいませんビールでもいいですかっていう、たかがビールしか頼めない客ですいませんが今日はよろしくお願いしますっていうスタンスで食うわけですよ、うん、で当然下ネタとかもダメだし、まあその1回怒られたのもあるからお金の話はなるべく避けると、うん、特に周りに聞こえるような声ではしないと。で次の予約取りたいなって時はもしよければ予約取らせていただいてもっていう話だし、お店の人が出したものは必ず興味を持つと説明してたら、えこれってどこさんのものなんですかとかっていうのを、まあ、上元あたりが毎回聞いたりとかしてその僕らは楽しみに来てますとねっていう、そのショーに来てるお客さんですぐらいな感じで行かないといけないわけですよ。ぶっちゃけ俺はだるいと思う俺はそれ。だから無理、俺はそういうのだから得意な人がいると助かるって感じ。大変ですよ、なんか金持ちになる。いや大変だよ。もし多少よしなにやってくれやってスタンス取りたいんだったら、向こうが出してる定価のメニューじゃなくてプラスで何十万もする前に毎回入れるとかっていうなったら、向こうもあー今日もありがとうございますって多分やりますよ、一番いいのし入れましたって。でも定価で行きたいんだったら、 それは別に切れ端の切らしっつうのもうまいんだけど、はい、出されますよ。大
ですね。そういう世界なんですよ。切ない、なんか切ないかどうですか、合ってますか。そうですね、はい、もう毎回いっぱい美味しいって言います、はい、香水とかつけてこないようにね。つけません、うん、あとあの写真ね、出てきて写真撮るときに写真撮っていいですかって聞くみたいな、うんうん、うるさいって思われそうそうね、周り。これはうちの企業秘密なんで SNS 禁止ですって言われる可能性あるから。ああなるほど。それをさ聞かずに撮っちゃったらさ、もし OK だったとしてもこいつはその可能性があるということを知らないんだって思われちゃうじゃん。こいつらいい店あんま来てねえんだな、うん、あじゃあ味わかんねえな、じゃあ一番まずいとこ出しとこうって思われちゃう。 あと基本はね、握っていただいたら出されたらすぐ食べるって、やっぱそれで怒られる人もよく見る。写真ずっと誤角度こだつって早く食べてって指摘されちゃうこと、そういうこともあるんですね。まあ、だから女の子がよく怒られる。それで美味しそう美味しそう、可愛いちゃんで早く食べてくださいでも俺らもさ今後さ5年後ここに行くわけやからさ、並んでいこうよ。じゃあ次回はお寿司ですか。あ10万人記念まだね、なんだっけ、寿司言う。あぜひ社長に。じゃあ、うん、ねだったちゃんと、まだ絶対まだや、はい、じゃあ伊藤さん、じゃあ寿司マナー編ってことで、はい、やっていきたいと思います。では今回は、寿司屋の炎上でした。ありがとうございました。ありがとうございました。